はい、今からイロコスノルテの方にね行くんですけど、もう一つの世界遺産見に、途中でこんな古いタワー、ベルタワーとチャーチ発見したんで、ちょっと泊まって撮影だけしてます。ちょっとまだ名前調べてないんですけど、こちらの方はいくらでもこんなんありますね。これもベルタワーですよね。はい、さあイロコスノルテ向かっていきます。はい、イロコスノルテ州に入ってね、海が見える道を通って、この景色なんで思わず止まってしまいました。いやー、こっちめちゃめちゃ綺麗ですよ。あともう一つの世界遺産、サン・オグスティン・パオアイ教会までもう10キロほどとなりまして、こうやってね途中寄って寄ってするんでなかなか進まないですけど、道もいいです。はい、行きます。こんな感じでおしゃれな家もあるんですよ。ちょっと駐車場がわからなくて裏側から攻めてますけど、こんな裏側にも古い建物があります。はい、正面じゃなく裏側からのスタートとなります。正面から見たら左横に駐車場ありました。無料駐車場。はい、これです、サン・オグスティン・パオ・アイ・チャーチ世界遺産、バロック様式のね世界遺産、マニラのサン・オグスティン教会、そしてこの間上げた動画、サンタ・マリア・チャーチ、そしてここのねイロコス・ノルテ・ラオアグの近所にあるねサン・オグスティン・パオ・アイ・チャーチということで、3つ目の教会ね世界遺産来ました。あと1つがいろいろ島なんで、それは今回行けませんけど、はい、まあビガンも世界遺産ですし、このイロコス・スールまで来るとね3つの世界遺産がいっぺんに見れるんで、まあ車で来た甲斐ありました。これですよ、これ、ここなんか舞台が作ってあったのか、あれなんか花々がね、これがこうあって、ここにこのまたベルタワー、タワーがあって、そしてこれ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 、こっちはこれ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 、これです、これです、こうって周りにも店が広がってます。はい、こっちにもこんな感じ。まあこのイロコス州自体もともと一つやったんですけど、ノースとサウスに分けてね、イロコスノルテとイロコススールになりましたけど、まあこのイロコス、イロカの族から3人の大統領出しますからね、こっちは。この後まあマルコス博物館も行きますけど、3人の大統領を出してるイロカの族、まああのアシスタントの方もイロカの族でして、でもまあピュアじゃない言うてましたね、このイロコス州に住むイロカの族は本当にピュアなイロカの族ということで、中入るまだ30分あるんで、ちょっと周り時間潰すか周りを取って、それで1時半になったら中入ってみたいと思います。こんな感じです。こんな感じ、歴史が感じられます。こういうショットもいかがでしょうか。こういうショットです。やっぱりさすが世界遺産ですね、これ迫力が違いますわ。まあ、あのドイツのケルンの大聖堂もね行ったことありますし、あそこもすごいですけど、いやー、フィリピン負けてませんよこれ。世界遺産だけあってすごい、本当にすごい。それが車でポッて運転してこれるんですから。なんか500年の記念とかそんな長いんですか。
あ、書いてます書いてます。1593年ですね。すごいな。タワーは1593年。これを Google 翻訳しましょう。はい、これをね、Google 翻訳しますとこんな風に出てきます。やっぱり1593年に設立と。まあその後やっぱり地震による被害を受けてるんですね。1927年ですか。なるほどなるほど、さすが Google 翻訳素晴らしい。はい、右側ですね、正面から右側がこんな感じ。うわ、ここだけ見たらもうなんて言うんですか、遺跡やね。インドネシアのボドブドゥール遺跡も行ったことありますけど、こんな感じ、なんかそんな教会、なんか教会とは思えないような。カンボジアのアンコールワットはまだ行ったことないんで、そのうち行きたいな思ってるんですけど、そんな感じですよね。いやすごい、土産物屋もね、屋台もたくさん外にあって、レストランもあって、これ今日平日やから人少ない思いますけど、多分土日は多いんでしょうね。ちょっと向こう行ってみましょうか。もう一段離れたとこから、はい、なんか大舞台作ってたんで、それの撤去の跡がね残ったままですけど、いやこの迫力ですよ、すごいなこれ。で周りがねこういう木もあって、本当に石畳のこの道があって、ここにもおしゃれなこのレストランかなんかあってね。でこれの右隣がまたこうやって、あのなんか日本で言えばアウトレットみたいなこの感じの建物で、中にお土産物やレストランもあるんで、いやー平和で平和で、まあ素晴らしい天気で暑いですけど、いいとこですわ。ここにローカルのレストランもあって、ここには ATM もあるんで、カフェ、ここからのショットもいいですね。この T シャツ買いました、200ペソ。あとこれも150ペソ。ここでお土産物屋さん買いました、すぐ横、親切です。ここがアメリカンミールズのこれ、やさろ、あ、建物の2階、こんな感じでね、行ってみましょう。絵もいいですね、絵もこれいいですわ。オープンエアで景色が見れる、ここの席、ここいいじゃん。ここで食べましょう、これ見ながらランチ最高や。おー、ハワイアン、モアチーズ、モアパイナップル、世界遺産を見ながら、あー美味しいピザでした。中が開いたようなんで一瞬入ってみたいと思います。ライブまであと8分となってます。はい、みんなどっからか人が増えてますね。よし入ってみましょう。はい、できました。おお、こんな感じです。なんかうわー、こっちからね、うわいいですね。神聖なる場所、あ、これ後でねやります。聖母マリア、イエス・キリスト、ステンドグラスが綺麗。わお、光った。本当に綺麗な。あの上でね、2階でランチ食いました。はい、ということで、
中も入りまして、あと左側は見てないんで、それを見て後ろ回ってね、それで移動したいと思います。はい、私もろうそく立てました。はい、左サイドはね、これ庭園入りました。これカフェがあって、これどうですか、ここからのこのショット。これ正面から見た左ですけど、これもうこの南国の花が咲き乱れて、このショットどうですか。いやすごい庭園がね、左側は庭園がこう、こっちも、あ、聖母マリア像あります。黄色に赤に、まあ南国や、南国ですけど、このこれは横にね、これ古い建物が使われてないのがあるんですよね。ここにもこれは気にしようかな。風情があります。やっぱり歴史があるって国、まあ地方とかいうのは本当にいいですね。これ十字架のマークの 石で作った。この後ろはね、何もないいうことで、あ、ここもこんな、から見たらこんな感じで、これ写真が好きな人も来てもものすごい写真が撮れると思いますよ。はい、めちゃめちゃいいとこだ、庭園です。しかも貸し切り一人だけって、本当は入ってはいけなかったりして、いや、これをね、動画でこうやって残しておこうと本当思います。せっかく撮ったんでミルクティー飲んで、これ飲みながら、はい、入らせてもらったのはこのブエナコミダレストランミルクティー。皆さんここでぜひともお立ち寄りください。はい、ということでね、世界遺産、バワイ教会からでした。皆さんぜひとも機会ありました、足運んでください。これなかなか見る機会ないと思いますよ。動けるうちにね、動きましょう。はい、そしたら終わります。